こんにちは、と、まです。さあ、こんにちはですけど、今日はまず、このイベントの後半に、復刻してパワーアップするキャラ、これ言っていきたいと思います。もう知ってる人もいるとは思うけども、滅流のキャラがほぼほぼ復刻するのかな。これで滅流にしたらいい感じかな。ドーン！トリプルゼータ。あ、これニャンボとかいるからか。ニャンボとかいるから、ちょっと多いけど、まあ、ニャンボ以外のキャラが復刻してパワーアップするという感じかな。はい、早速行っていきまーす。リュウッタ！復刻1。リュウッタ！大量消しのやつね。もう元々強いけど。これ復刻するっていうのと、あと、天童さんも復刻するかな。はい、天童さんも復刻するというのと、これは今回のイベントで、これも今回のイベントで、あと、ユーね。ユー。追加総残スーパーフィーバーのやつね。これも復刻するっていうのと、あと、これ、ニャンボで、これもニャンボで、あと、エンマね。竜神王エンマ。この4体かな。はい、この4体が復刻して、で、スキル2が追加されて、パワーアップするという感じかな。で、これが確か、リュウタから行くけど、これも大辞典でわかるからね。大辞典見たらわかるけど、リュウタがスキルに復刻してて、自身の技ゲージが溜まった状態でスタートのスキルが追加されると。最強でしょ？これ相当強くない？これも最強レベルになるね。もともと強いのに溜まった状態でスタート追加だからね。はい、リュウタ。これはマジで、スキル2でやばいことになる。で、先、ユウ行こうかな。ユウ。これもかなり強くなるね。もともとスーパーフィーバーで強いけど、さらに、自身の分につなげるとフィーバーゲージ溜まりやすいだからね。もう強敵とかでバンバンユウ使えるようになるかなと。これもかなり強くなる。はい、ユウもリュウタぐらい強くなるという感じかな。はい、こっからはまあそこまでかな。まあ強くはなるけど、みたいな感じかな。はい、天童さん、デカプニを消すとそのデカプニが降ってくる。まあまあ、普通に強化されるっていう感じかな。で、最後が、エンマね。まあ、これも強いっちゃ強いけどね。自身の妖怪プニがデカプニで降ってくる。うん。まあ、これも普通に強いけど。まあ、エンマは、王は、強いの多いからね。最強メンバーみたいなには入んないかもしんないけど。まあまあ、普通に強いっていう感じで、スキル2が追加されて、この4体が復刻するという感じです。まあ、知らない人もいると思うんで、一応言っておきまーす。復刻キャラ欲しいという人はイベント後半まで、ワイプを貯めておきましょう。はい、ってことで、こっからは、せっかくなんで、千連ぐらい回してゲットした、リュウちゃんこと、リュウ千人、使っていきたいと思います。一応レベルもマックスにして、技もマックスにして、G3 で、スキルもマックスにした。したけど、まあ、スキルは強いね。たまに受けるダメージを減らす 90% のやつね。ニャンボスザクとかと一緒のやつね。たまにこう、ガードしてくれるやつ。まあ、普通に竜仙人、まあまあ強いかなっていう感じはするんだけど、ただ結局ね、やっぱり前も言ったけど、この黒竜のステージは、前も言ったけどね、封印マックスにして白竜いないとほぼ勝てないって言ったけど、竜仙人いても、結局むずいね。まあ一応やっていきまーす。グッ。まあ、スキル発動してね。ダメージカットしまくればね。まあ、勝てなくはないかもしんないけど。実質無理って思ってもらっていいかな。やっぱ白竜なしは。難しすぎるわ。ガードして、ガードして。ガード、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 ガード。繋がりやすい、繋がりやすい、繋がりやすい。ガードした、ガードした、ガードした。溜まってない、溜まってない、溜まってない。聖罰でガード！あー、やばい、やばい。待って、1900ってどんな感じ ?1900 ってどんな感じ？シュラーで行って、これもう復活？もしかして。あ、違う。お？いやー、無理じゃない、やっぱ。いや、足りなくない？あー、G じゃない。あ、でも全然足りなくない？
無理やん。いや無理だよ、無理だよ、無理やん。大量消しいるかな、やっぱ。でも入れたらスターフィーバー遅くなるしな。いやーきついか、これ技ゲージ残るから。いやこれ百鬼姫しょうがない、百鬼姫しょうがなくて、いや無理か、いや無理か。ガード、アジラのデカプにない、いやサイズ2ならある、たまれ。これでどう、いや無理だ、いや無理だ。え惜しい、あまあちょい惜しいけど、いや無理だわこれ流線人いらなくね。2日ぐらい前の動画でさ、一昨日かな、一昨日の動画で一応交流王のみで勝ったんよ。交流王のみで一応勝てたから、そっちのパーティーの方が勝てるわ、これ流線人入れない方が。ダメージカットもそんな発動しないし、なんだそんな感じかゴルフ、ゴルフも一応やるか、一応やります。流線人ディディーン、レディーゴー。どんぐらい強っ、4万5000。まあ技はマックスにしたしな。え危ねえ危ねえ危ねえ、まあ、スキルも上げたからね、スキルも上げたからね。ゴルフが一番強かったわ、ゴルフが一番強いわ。これは多分一緒ぐらいいくよね。交流王も4万5000ぐらいってこと。じゃあでもスキル上げてないか。高麗3万8000いいね。ゴルフ強し、オゲー。いつも通りね、トリプルゼータよりダブルゼータの方が、あのゴルフは強いからね。白龍はあんまりいかないといった感じです。めっちゃいったじゃん、あ20万ぐらい20万ぐらい、19万5000、20万ぐらい削れたわ。オゲーってな感じで、19万、すげえ、19万4000、19万4000。でもちょっとやりすぎたかな、秘伝書。だって白龍も流仙人も交流王も全部技マックスにしちゃったからな今回。ちょっとやりすぎた感はあるけど、まあいいでしょう。はい、ってことでいろいろダーッとやったけど、あれね、まあ、流星人はダメージカット一応持ってるから、回復系もあるし、イベント終わってからもまあ、強敵で使えることは全然使えるかな、といった感じです。復刻ガチャ、楽しみにしているという人は待っていてください。はい、ということで、本日は以上になります。よかったら、優勝はぜひ、チャンネル登録お願いします。明日も動画を上げていきます。また明日の動画でお会いしましょう。じゃあ。